はい、どうもたくみです。ということでナルコレやっていきたいと思います。ということで今回はナルコレの iOS かな、 iOS が2周年になったということで、こちらのね戦力を整えるか極み新人祭、こちらが来たのでこちらをね計40連引いていこうかなと思います。ここに書いてある通り初回10連が30個、2回目40個で、3回目以降がまあ50個で引けるということなので、まあ170個ちょうど40連引けるということなので、引いていこうかなと思います。でその前にちょっとチケットだけ引こうかなと思います。はい、こちらのサスケのやつですね。こちらが1枚あるので、前10枚ぐらいあったんだけど、まあ普通に動画外で引いて、まあまあそんなにいいのは出なかったです。はい、まずサスケ引きましょうか。俺は強い仲間がこの好機を逃す。まあ待て待て、絶対星5出るからね。さあ何が来るか、限定も一応あるよ。あー、まあこのサスケね、はい、まあまあまあいいでしょう、チケットなんでね。で、こちらですね。続いてこれ結構いいんじゃないかなと思ってます。コスト30の超人祭限定が絶対出るっていうチケットガチャ。これねチャレンジのところで強化かな、強化20回ぐらいするだけでもらえるので、皆さんよかったらもらってみてください。まあちょっとね最近はあんま使えないよってやつもいるけど、まあでも超人祭限定ね1枚強化するだけで手に入るんだったら嬉しいでしょ。手を貸せ、岩ありますね。この好機を逃す。お、クシナだ。持ってないね、いいね、いいね、嬉しい嬉しい。週末の谷絶対出るからね多分。はい、ありがとうございます。はい、これね、まあまあまあこれはまあいいですよ。今回はこちらですからね、メイン内容一覧こんな感じです。星6にするとクラマが出てきます。まあ能力はまあ自分でちょっと見てみてくださいっていう感じですね。はい、でサスケもこんな感じ、星6にするとスサノが出ると。で前回のやつが、ナルトしか持ってないので、今回は、サスケが欲しいかな。一応前回のは出ないんだね、今回のしか出ないと。でとりあえず40連まで引けば4回目は 1.3%、まあ、最大 1.3% ですね。5回目以降は 2% で出ます。まあここで引くっていうのが一番いいとは思うよね、両方。さあ行きましょうか。初回俺は強い仲間、星5は絶対出るので手を貸せ。で P マイルも確か 7.61 倍なんで、まあここで引いておきます。はい、この好機を逃す。さあ来ないか、演出なし、イメージね。あ、2連チャンだ。ここから来んのかな。あ、これな、これのサスケ欲しいんだけどな。ナルトばっか出る。あ、そっか、イルカ先生のあの燃える演出もねちょっと今回期待ですね。うちはあるからね、新人祭はあると思ってる多分。さあ来るのか、なかなか来ないね。まあ、星4ばっかだね。はい、何もなし。最後がイルカ先生だったらちょっと期待ですね。はい、ちょっと確率は上がっております。20連目、俺は強い仲間が欲しい。さあ20連出はまあ星5で出るからね、まあ普通だと思うけど。はい、この好機を逃す。来ないね、さくらね。はい、ということでちょっとカットしたんですけど、次見ていきましょう。はい、次、お、また星5、2枚ずつぐらい出てますね。あー、だるいね。これ多分持ってるかな。お、3枚目レンチャン3枚、星5率はいいですね。長と4枚目はなしと。まあこっからも星4が確率高いかな。イルカ先生はちょっと最後に欲しいな。来ないね、起きた。さあ誰、コナンね。はいはいはい、特になんもないかな、ないね。はい、20連目こんな感じです。あ、誰も持ってたな、全員持ってたやつですね。はい、30連目、そろそろどっちか出てほしいな。俺は強い仲間が欲しい。あ、演出はなんもないね。来い、前こっから来たから。口寄せの術、コスト50のやつ来ないか。さあ星5、何が出るか。あー、ガーラ、このガーラなんか一時めっちゃ出たな。
来ない来ない。あー今回もすごい1枚パターンか、まさかの。まあまあまあ、それとサスケが出なかったらね、あまり意味ないようなもんなんでいいんですけども。さあ来たよ。うん、オロチマルね。超人祭もね、混ざってたらね、超人祭限定も混ざってたらね、まあまあまあ嬉しいんだけどね。はい30連なんもなく終わりましたね。はい、ラスト40連 1.3% の確率で出るんで。俺は強い仲間が欲しい、手を貸せ。さあ、エースは特に何もないし、お願いします。どうなる、来い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 。うわー、何もない。さあ、星5、1枚目から来てるよ。お、超重量、超重量は持ってないかな、多分。初めて、初ゲットかな。うわー、これかー。もう星5コインやな。最後、イルカ先生が、ちょっと来てくれることに、祈りを。ラストコンかな。これ、イルカ先生、そろそろ。うわあ、かかし先生、おっ、かかし先生もある。ないよね。ちょっと期待だけさせてさ、終わるっていう。超重量持ってないんで、まあ、いいかな。いやー、ただ、サスケなると欲しいよ、両方。とりあえず次からは 2% の確率で出るのかな、5回目以降なんで。なので、まあ、ワンチャン引くかなっていう感じ。どっちか出るまで引こうかなって考えてます、一応。もしかしたら分かんないですけど、もしかしたらここで諦めるかもしれないですけど、とりあえずここで引かないとね、今後の確率がだいぶ下がってる状態でしか引けないので、一応初回で出た時はその確率何十連目まで引いたらどんどん上がっていくよみたいな感じなんですけど、次極み新入生来た時ずっと 0.4% だから、何十連引いても。だからここで引いといた方が出やすいっちゃ出やすいんだよね、ということなので、まあちょっと考えて、また引くときになったら、まあ動画にしようかなと思います。はい、ということで今回は、いやーマジでちょっと今回の見どころはもう週末の谷の超人祭確定のチケットでしたね。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。